国鉄の分割民営化から10年が経った1997年、それまで 4% 合計と651系によって運転されていた常磐線の特急列車に新しく E653 系という新型車両が導入されました。この E653 系は大変に好評を博した車両となり、後に登場する JR 東日本の特急列車の大元となった車両でもあります。登場した順番に追っていきますと、まず最初は2000年にデビューした特急スーパーハツカリ号、現在は津軽号として活躍している E751 系、2001年に登場した中央線特急あずさ開始号用の E257 系、そして2004年にデビューした暴走特急さざ波若潮あやめ号用の E257 系500番台、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の方々がご乗用になられる E655 系なごみ号、2009年に登場した東京周辺の各都市と成田空港を結ぶ空港特急成田エクスプレス用 E259 系、2012年にデビューしたそれまでの常磐特急651系653系を置き換えるために登場したスーパー日立用 E657 系、2018年の末に登場し、たった3ヶ月で E351 系を駆逐、そしてその1年後には E257 系をも中央線から追放してしまった特急スーパーあずさ号用の E353 系などがあります。これらの車両は JR が国鉄から譲り受け、旧態以前のまま運行を続けていた 4% 合計や 1% 9系などの国鉄型車両の置き換えのほか、 JR になってすぐの時代に製造された651系や E351 系などを置き換えるという目的でもデビューをしていました。ところが東京を出発して東海道本線を南下していく伊豆特急だけは、これだけは例外でして、2010年代が終わろうという頃になっても特急踊り子号では旧態以前の国鉄185系電車が運用につき、またスーパービュー踊り子号も登場から約30年が経ち、老朽化が目立ち始めた251系が第一線で活躍するという何とも言えない不思議な状況になっており、伊豆方面は早急な改善が求められていました。 JR は今まで伊豆方面の特急列車にほとんどお金をかけてきませんでした。というのも中央線や常磐線の特急と違い、需要が少ない上に、需要があったとしても伊豆方面への観光需要しかないので、中央線や常磐線に比べて設備投資をしてもその返ってくる額が少ないというふうに考えていたからです。そのため中央線や常磐線では特急列車の全車指定席化達成後にホームライナーをすべて特急に格分けということをやっていますが、現在でも東海道線ではホームライナーが引き続き活躍を続けています。ところが JR 東日本側としても、さすがに何十年もこの国鉄時代に製造された185系電車を使い続けるわけにはいかないと思ったのか、いよいよ2020年の3月14日のダイヤ改正から東海道本線の特急列車踊り子号は大きな変貌を遂げることになりました。その最たるものが2020年3月にデビューした JR 東日本の新たなるフラッグシップ特急 E261系サフィール踊り子号です。スーパービュー踊り子251系を置き換えるためにデビューしたこの列車には、それまで誰も想像することができなかったような様々な豪華な設備が詰め込まれ、1号車には新しく料金体系が設定されたプレミアムグリーン車、4号車には JR 東日本の定期特急列車では5年ぶりとなる食堂車が連結され、2号車と3号車には4人用、6人用個室がそれぞれついています。またサフィール踊り子の陰に隠れてほとんど目立っていませんが、この E257 系に関しても、もともと中央線の特急あずさ開示として走っていたものを改造し、 E257 系2000番台に改版した上で、新しく185系を置き換える E257 系2000番台として2020年3月のダイヤ改正から特急踊り子号として運用に入っています。今後この E257 系は順次改装工事が進み、来年のダイヤ改正からは全て特急踊り子号は257系になる予定です。E257 系2000番台の車内の様子はこんな感じ。シートモケットやカーテンの交換、窓側座席のみコンセントの新規設置などが行われており、まあ見た目はね、正直言ってそんな新車には見えませんけれども、ただ中央線らしさ全開だった0番台の頃とはかなり様子も異なっています。ですが E259 系や E261 系、 E353 系などに用意をされているフリー Wi-Fi についてはこの257系2000番台には用意されていません。続いてグリーン車はこんな感じの装いに変わりました。革張りっぽいのかな、ちょっと私はまだ乗ったことがないんでよくわからないんですけれども、もともと中央線時代は半室グリーンだったのが東海道線に転出して全室グリーンに切り替わり、また座席のシートモケットの変更や、それからカーテンの張り替え、それから絨毯もこれも新しいものに変わってますね。それから窓側座席のコンセントの設置なども、これらは全て普通車と同じような感じで行われています。さて、伊豆方面の優等列車の大幅な増便が開始されたのは1950年の10月、この年の3月にデビューしていた国鉄の最新鋭車両80系を使った準急天城号が東京と伊東、修善寺の間で運転を開始しました。
それまでの準急というのは基本的に全て客車列車での運転だったんですが、準急列車に当時最新鋭の車両を投入したことは、それ以降優等列車に電車列車を投入することの先駆けとなりました。1951年3月から東京発伊東行き、準急発島、伊東発東京行き、準急伊出湯はそれぞれ80系電車での運転となり、また同時に準急伊出湯は臨時列車ながら毎日運転の人気列車になりました。ここまで優等列車を増発しても、増え続ける伊豆方面の観光需要を全てさばききるということはできず、国鉄は立花や時刻といった準急列車を手を変え品を変え安来早にデビューさせます。それでも伊豆方面の需要を全てさばくことはできず、伊豆方面に向かう準急列車は軒並みみんな満席満員で運転をすることになりました。1959年には東京と伊東の間で臨時準急奥伊豆号が運転を開始、それと同時にそれまで伊豆方面の準急列車として運転されていた伊豆号、初島号、実国号、伊出湯号、そして立花号は全て全車指定席での運転となりました。増発に増発を重ねた伊豆方面の準急列車が軒並み成功を収め、今後も伊豆方面の需要は増大していくと考えた国鉄は、いよいよ伊豆方面の優等列車に対し抜本的な手こ入れを行います。その第1弾が、それまで伊豆方面の準急列車で活躍していた80系電車に設備や性能で勝る新型車両153系を導入することです。国鉄はまず手始めに準急伊豆号を80系での運転から153系での運転に変更、その後客車列車である伊古伊号を除き、伊豆方面の準急列車は80系から全て153系に順次置き換えられるということになりました。その2年後、1961年に今度は東京と日光の間で運転されていた東北本線の準急日光を伊東方面に延長する形で、日光と伊東の間で準急湘南日光号が運転を開始しました。この準急湘南日光号は上野方面と品川方面を東京駅をまたいで直通する非常に珍しい列車で、現在でこそ上野方面と品川方面を東京駅をまたいで直通する列車というのはたくさん運転をされておりますし、特急列車日立号、常磐号も大多数が東京をまたいで品川と上野を直通していますけれども、当時としては本当に珍しいでは済まされないレベルですごい列車だったんじゃないですかね。まだ東海道新幹線もできていない時代ですから。そして1961年の12月、ついに伊豆急行線が伊東と伊豆急下田の間で開業し、これにより準急伊豆号の1往復と準急奥伊豆号がそれぞれ伊豆急下田への乗り入れを果たします。これが国鉄、まあ、後に JR になりますけれども、それと伊豆急行線の相互直通運転の始まりです。1964年10月1日、東海道新幹線が東京新大阪間で開業します。これにより東京熱海間の所要時間は一気に58分まで短縮され、伊豆方面の優等列車も大きく変化を迫られることになります。まず東海道本線の特急響号で使われていた157系電車が、東海道新幹線開業による響号の廃止で余ってしまったため、でこれを準急伊豆号に転用することになりました。また同時にこの準急伊豆号はこの157系の導入と同時に準急から急行に格分けされています。また皆さんも小学校や中学校の社会の授業で習ったと思いますが、1964年この年は東京オリンピックが開催された年です。それに伴う観光客の誘致のため、東京熱海間に全車指定の151系による臨時急行オリンピアが運転されました。この車両はもともと東京大阪間を日帰り可能にしたスーパー特急こだま号として活躍していましたが、新幹線の開業に伴う特急こだまの廃止に伴って余っていたため、今回この運用に抜擢されたわけです。そして1969年の4月から特急天城号が新しく157系によって運転を開始しました。急行伊豆は1968年の10月から153系と157系によって運転がなされてきましたが、この2形式の2等車のサービスがあまりにも桁違いすぎるという理由で、157系で運転されている急行伊豆号に限り特急列車に格上げし、また天城という別の名前を与えるということになりました。月日はさらに流れて1976年、そろそろ老朽化が目立ってきた157系を置き換えるため、新型車両183系が導入されました。これにより特急天城号と急行伊豆号に自由席が連結されることになり、また同時に準急奥伊豆号は急行伊豆号に吸収される形で廃止されました。そして1981年10月に新しくデビューする特急踊り子号用として華々しくデビューするはずだった185系は、3月に一足早く老朽化していた急行伊豆の153系を置き換える目的で急行伊豆号に先行投入されました。なぜ特急踊り子としてデビューするはずの車両が先に急行として走っているのかということについてですが、
これはおそらく先に急行として肩慣らしの運転をしておいて、いざ特急列車としてデビューした時にトラブルなどを起こさないようにするための試験走行的な役割も持っていたからなのではないかと言われていますが、実際はよくわかっていません。また急行列車の運用についている時は今じゃとても信じられませんけどね、153系統の並結の運用も存在していたんだそうです。そしてついに1981年10月、今に続く特急踊り子一族の最初の一人目、特急踊り子号が183系と185系によって運転を開始します。これは一般3系の特急天城と1号3系の急行伊豆を統合して運転しているもので、同時に L 特急に指定されています。東京から伊豆急下田までの所要時間はだいたい2時間40分から50分ほどで、急行伊豆よりも10分ほど早くなりましたが、2時間半で走っていた天城よりは遅くなっています。そして1985年3月には、すべての特急踊り子号が185系での運転となり、ここに現在まで続く特急踊り子号の系譜の基礎が完成したことになるのです。1987年、国鉄は多額の借金を抱えたまま大爆発を起こし分割民営化、JR 各社は多額の借金を国鉄から受け取り、再スタートを切ることとなりました。そして同時に特急踊り子の運転や伊豆急との直通運転も国鉄から JR 東日本に引き継がれ、 JR はどんどん新しい試みを行っていきます。1988年の5月、 JR 東日本は伊豆急行と共同で東京伊豆急下田間にゴールデンウィークの期間中だけ特別な臨時快速リゾートライナー21を運行させましたが、これがかなりの評判を博し、それはその後特急リゾート踊り子号として、その後約30年間にわたって運行され続けることになります。1990年には乗ったらそこは伊豆をコンセプトに新型特急251系スーパービュー踊り子号が登場します。バブル景気に後押しされ清掃された251系は、奇抜な外装、豪華絢爛な車内、そしてアテンダントさんによる手厚いサービスによって多くの人を魅了し、伊豆特急の新たなる看板列車へと一気に成長していきました。さてここで少しだけ話をずらしまして、 L 特急についてのお話をしたいと思います。 L 特急とは国鉄時代からつい5年ほど前まで使われていた中高でかつ運転本数の比較的多い JR 在来線の特急列車に付けられていた愛称です。かつては日本中で L 特急を名乗る特急列車が活躍していましたが、現在は L 特急を名乗る列車は全て廃止をされました。 JR 東日本では2002年に大幅に L 特急が減便され、その中の一つに踊り子号も含まれていました。2011年3月11日、宮城県沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生し、これにより東京電力福島第一原発が大事故を起こしました。その関係で東京周辺では深刻な電力不足に悩まされ、計画停電を経験された方も少なからずこの動画をご視聴の方の中でいらっしゃるんじゃないでしょうか。特急踊り子も臨時便の運行が多数予定されていましたが、それらも全て中止になってしまいました。東日本大震災により与えられたショックから人々がそろそろ立ち直ろうというタイミングで、 JR 東日本では新型の特急列車をデビューさせました。といってもこれは新型ではなく既存の車両を改造したものなんですけれども、つい最近まで走っておりました特急マリンエクスプレス踊り子号です。もともとは特急成田エクスプレスとして走っていた E259 系ですが、運用が過剰になってしまったので、じゃあ余った車両をじゃあどっか別のところへ持っていこうということで、このような臨時の運用についていたというわけです。そして2020年3月13日、この日をもって251系は引退。それまで30年間伊豆特急の頂点に君臨し続けてきた特急スーパービュー踊り子号の名前はここに継いえることになります。スーパービュー踊り子の引退は確かに悲しいことですが、それに代わってデビューしたサフィール踊り子号や新しい E257 系の踊り子号がいれば、これから伊豆方面の旅はどんどん楽しくなるだろうし、それから伊豆方面の特急列車もどんどんこれから面白くなっていくことだろうと思っています。特急踊り子号の名前の由来となった踊り子とは、川端康成のロングセラー小説伊豆の踊り子に登場する旅芸人の娘薫のことだとされています。旅芸人というのは伊豆の踊り子が執筆された大正時代当時、温泉地の宿を渡り歩いて芸を披露し、そしてお金をもらうという世間的にもかなり差別されていた人たちのことで、その名前を特急列車の名前につけるのは何事だというふうに国鉄にはかなり踊り子の登場当時苦情があったそうです。それが踊り子の運行開始から40年が経った現在では、サファイアなどという旅芸人がおよそ身につけるものではないようなものってセットになってるんですから、特急踊り子の名前も世間的にかなり認められ、また広く浸透してきているのだということがよくわかります。
特急列車の名前にも冠された踊り子という名前の裏に隠された当時差別されていた踊り子たちの苦しい心境は私たちには理解することができませんが、ただ現在スーパービューとかサフィールとか、まあ、そういったおよそ旅芸人たちとは遠くかけ離れたものと現在その踊り子が結びついているわけですから、どんなに姿形が変わっても踊り子という大物の部分は全く変わっていないのだということが視聴者の皆さんにもよくお分かりいただけたのではないかなと思います。今回は皆さんに今ちょうど変革期に入ったばかりの伊豆方面の特急列車踊り子号についてのご紹介をしました。お楽しみいただければ幸いです。それではこの動画はこの辺りで終わりにさせていただこうと思います。もしまだお済みでなければチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。